阿寒湖温泉は、北海道釧路市ア間ン町観光ン線温泉の阿寒湖畔にある温泉である。温泉街が形成されている。阿寒湖温泉の源泉は14ある。温泉街、アイヌコタン温泉街の湖畔遊歩道阿寒湖の南側、国道240号と阿寒湖に挟まれた区域に、温泉街が広がり観光の拠点となっている。宿泊施設は、団体対応の大型ホテルのほか。 比較的低廉な宿から、高級旅館まであり、様々な客層に対応する。外湯は、共同浴場として、マリモ湯という浴場が一軒存在するほか、足湯、手湯が設置されている。また手湯は、阿寒湖温泉が発祥であるとされ、2カ所の手湯が設けられている。温泉街の西端には、道内最大のアイヌコタンがあり、土産物店や飲食店などが並ぶ。 アイヌコタンに隣接して、アカンアイヌシアターアイコロや、ミタイトと湖の芸術館、アイヌ生活記念館も整備されている。ムックリを用いたアイヌの音楽やアイヌ古式舞踊等のショーも開催されている。温泉台の中には、無料巡回バス、マリム号が運行されており、各ホテル、ビジターセンター、アイヌコタンなどを結んでいる。 温泉台の湖畔には遊歩道が整備されており、遊歩道沿いの埠頭からは遊覧船も運行されている。阿寒湖の中類島には、マリモ展示観察センターがあり、遊覧船や高速艇でアクセスできる。阿寒湖で漁獲されたヒメマスやワカサギをはじめとする、淡水魚や、内田ザリガニなどを使った料理が名物となっている。平家湯は、約140年前とされる。 発見当初は、アイヌの人々が利用する温泉であった。旅館ができたのは1912年になってからである。その後、1934年の阿寒、マシュー国立公園の指定により、観光拠点として発展していった。2009年、北海道を舞台の一部とした、中国のラブコメディ映画、狙った恋の落とし方のヒットにより、 中国人観光客が急増した。阿寒湖温泉は2002年の169.5万人をピークとして観光入り込み客数が減少し、2013年度には96.7万人とピーク時からおよそ4割減少した。そこで同年、阿寒湖温泉旅館組合は臨時総会で入島税引上げを決議し、同組合の事務局を務める阿寒。 観光協会町づくり推進機構は、独自財源研究会を設立して、公益財団法人日本交通公社観光政策研究部と共同で、入党税に関するアンケート調査を、阿寒湖温泉来訪者に対して実施した。その結果、来訪者が金銭面で協力することについて、使途が明確になっていれば、積極的に協力したい。これからは、地元だけではなく、 来訪客も積極的に協力したいという前向きな回答が寄せられ、入湯税の追加負担額として15、151から200円、101から150円が多く上げられた。この調査結果を踏まえ、阿寒湖温泉は、釧路市に対し超過課税を要望し、市は2015年度からの10年間の期限付きで、入湯税を250円とすることを議決した。 先のアンケートで、首都が明確になっていればという回答が過半数を超えたことを踏まえ、上野瀬町州分は、串路市観光振興臨時基金として積み立て、首都を観光振興に限定し、首都、地域団体との間で事業をすり合わせた上で、補助金として拠出することになった。入党税の超過課税による宿泊者数の減少も懸念されたが、 消化課税実施前の2014年度と実施後の2016年度を比較すると、宿泊者数は129万人から145万人、入党税収入は1800万円から15700万円に増加した。国道沿いに、阿寒湖、バスセンターが設置され、路線バスと都市間バスが停車する。無料送迎バスなどは、施設によっては施設前で停車する。 阿寒ン温泉下車ずるみやびグループの送迎バス阿寒ンコ温泉旅館組合が阿寒ンコ温泉有名ホテルと主要地区を結ぶ無料送迎バスマリモ急行を道東地区地方自治体及びホテルにおいて組織している東北海道観光事業開発協議会が当期間に限り道東地区温泉地及び空港等を結ぶ東北海道エクスプレスバスを一部有力ホテルが 観光バス会社に委託した独自の無料送迎バスを運行している。ありがとうございます。